こんにちは。今日は BTS のテテさんの神なところということで鑑定をしていきたいと思います。テテさんの性格についての動画はもうすでに何本かアップしているんですけれども、それから半年が経ちまして、もっとこういうことが分かった、新たに付け加えたい事柄があるということで、最新版として作りたいと思います。人間の性格というのは奥深いもので、こういう人ですと、そんな単純に一言で言えるようなものではないんですね。文字数の都合などでそういうふうに言い切ってしまう占いというのもどうしても出てきてしまいますけれども、やはり人間にはいろいろな面がありますし、隠されている性格などもあります。ですから今回はテテさんのそういう部分にもスポットライトを当てて鑑定していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、私が最近気づいたテテさんの性格です。それはテテさんは真面目で責任感がある仕事人間なんですけれども、同時に楽しいことが大好きで面白い性格なところがあります。一見そういうふうに見えないかもしれないんですけれども、自然と明るく振る舞えて楽しい人だなぁと周りから思われるっていうところがあると思います。これは意外でした。そういう面がもっとないと思っていたんですけれども、深く鑑定していくと面白くて個性的で楽しい性格っていうところも十分にある人だなということが分かりました。そしてですね、ここがとても大きなポイントなんですけれども、協調性がないっていうふうに今までの動画でも言いましたけれども、これは協調性がないという一言では片付けられません。協調性がないっていうよりも、人からいろいろ意見を押し付けられたり命令されるのが嫌なんですね。ですからこれを大まかに言うと協調性がないっていう言葉になってしまいますけれども、ちょっと違いますね。細かく言うとちょっと違う。厳しく厳しくルールでガチガチに縛られたような環境ですと、もう本当に嫌になってしまって、あえて反抗するというところがあります。仕事においては真面目で堅実な性格なので、きちんと仕事の責任は果たします。しかし環境が厳しすぎると、もう本当にそれだけで嫌になってしまって、ある程度は自分の自由にさせてほしい人なんですね。ここはテテさんと一緒に働いたり恋人になったり奥さんになる上では絶対に抑えておかないといけないところですね。とにかく押し付けてやらせようとしたり、無理に何かをさせようとしたりっていう押し付けが大嫌いだと思います。たとえ今までそれをしようと思っていても、もう本当に上から目線で言われた途端にもう全てが嫌になってしまうと、そういう性格です。例えば小さい頃勉強しようと思っていたのに、親から勉強しなさいときつい口調で言われても、一気に勉強がやる気なくなると、そういうタイプです。ですからテテさんのような真面目な人は放っておいてもちゃんとやりますから、逆に放っておくぐらいの方がいいんですね。しばらく放置して黙って見守っているとちゃんとやる方です。そこでいけないのは、あれこれうるさく言うことですね。テテさんの天敵は上から目線で押し付けがましくいろいろ言ってくる人です。もうこれは本当に天敵で、他の性格が良い人だとしても、そのような押し付けがましい人は本当に嫌いで、避けていきたくなると、避けたくなると言えると思います。今回サムネイルで、またはタイトルでテテさんの神なところというふうにちょっと大げさなタイトルをつけてしまいましたけれども、単なるテテさんの性格分析、ただ今まで出さなかったような新しい面を出していきますので、引き続き聞いてみてくださるとありがたく思います。テテさんは基本的に真面目でルールに従うっていうところがあるんですけれども、実は意外とルールを自分が破って間違ったことをしてしまって、注意されたとしてもそんなに反省していません。そういうところが非常に楽観的なんですね。あまり
自分が注意されて反省の色を見せるっていうことがないので、周りからは本当に反省しているんだろうかと思われがちですけれども、実はあんまり反省していないと思います。しかしこれは逆に言うと長所でもあるんですね。テテさんがあまり深刻になりすぎるとろくなことがありません。確かにテテさんの失敗ですとか間違いにより周りは迷惑をかけられるっていうこともあるとは思うんですけれども、それってお互い様だと思うんですね。間違いをしない人間はいませんから、間違いをカバーし合うと、そういう関係がいいですね。そしてテテさんはここで深刻になって自分を責めて反省しすぎると良くない方向に行ってしまいます。テテさんの持っている本来の明るい性格ですとか、楽しいことに反応したり、新しいアイデアがどんどん出てくるような、そういう資質をなくしてはいけないんですね。しかしあまりにも反省を促したり深刻な態度でいなさいと、そういうふうに叱りつけると、そういうところが消えてしまいます。ですからテテさんのようなタイプには、先ほどから言っているように深刻になりすぎて叱りつけたり、あまりにも上から目線で注意したりっていうのが本当に良くないです。このように協調性があまりなく、人の手を焼くというかわがままなところがあるテテさんなんですけれども、なぜか憎まれない運命を持ってるんですね。これは本当に人徳ともともと持っている運の良さから来ています。テテさんの人生としては、自分の好きなことを十分に楽しんでやっていく、そして周りの人がそれを許してくれる、そういう人生の傾向を持っています。ですからこの方は自分のしたいことをしたいように進めていいんですね。逆に自分がしたいことを我慢して周りに合わせてばかりいたり、世間でいいと言われているようなことを無理にやっているとろくなことがありません。本人も性格がどんどん沈んでいきますし、楽しくないですし、最悪死にたくなるほどに暗い気持ちになってしまいます。そしてこの方が自分の好きなことをしていくっていうことは、社会にも役に立つことなんですね。それぐらいの大きなことができる方ですし、というかもうすでにそういうふうに社会において大きな役割を担ってますよね。ここまで BTS の一員として活躍して、世界中の人たちに夢を与えて憧れられていると、やはりこれは BTS の一員だったからだと思うんですね。もしテテさんが他の事務所でもっと厳しく管理されていたら、ここまで才能を伸ばすことはできなかったかもしれません。おそらく HYBE のプロデューサー、ファンプロデューサーですとか、内部のスタッフの人たち、きっとある程度自由にやらせてあげてるんだと思います。もちろんちゃんと管理もしていると思いますけれども、すべて上から言われた指示通りにっていうのはテテさんには合いませんし、もうその時点でやる気がなくなってしまいますので、自分の裁量で動ける、自分の自由意志で動けるっていう環境、そういう働く場所が本当に必要なんですね。おそらく BTS ではそれが可能になり、他の6人の仲間もテテさんの性格ですとか自由なところ、そういうところにたまに手を焼いたり、やれやれと思いながらも、とても寛大な心で見守ってきたんだと思います。ですからもともとある実力、それも相まってテテさんはここまで成功することができた、そして自分の才能を最大限に発揮することができたと言えます。テテさんは自分の道を行くというか、あまり人に対して合わせたりもしませんし、ある意味自分勝手と思われてしまうところもあるんですけれども、しかしムードメーカーなんですね。やはり仕事においての実力がピカイチですし、考え方も奇想天外なところがあったり、新しいアイデアを次々と出したりと、やはり才能があるんです。でこの方の才能は一目置かれますので、そうするとやはりたとえ性格的にちょっとっていうところがあったとしても、それ以上の素晴らしいところがあるので、発想の自由さですとか先見の明があったり、斬新な考えができるところ、そういう普通の人にはない面が多々ありますのでね。また明るくて楽しいところ、面白いことを言ってしまったり、それは作ってるわけではなくて無意識にそういうふうに言ってしまうところ、
わがままだなって思われることもあるんですけれども、憎めないやつとみんなから思われています。そして注意点なんですけれども、テテさんはこのように自分勝手に振る舞って自分の好きなように行動しても周りからあまり憎まれずに周りに許されてしまい、そして成功できるという非常に運のいい、そういう運命の傾向を持っています。だからこそですね、周りから嫉妬されるっていうこともたまにあるんですね。特にあそこまでの素晴らしいビジュアルですから、やはり嫉妬心っていうのを今まで持たれたってことは結構あると思います。しかしテテさん自身はそういう嫉妬心に気づかないんですね。まず周りのことが気になっていませんし、そんなに周りのことを気にしていません。自分のこと、自分のしたいこと、楽しいことを全うしたいという気持ちが強いので、そんなに周りのことを気にせずに過ごしています。ですから人の嫉妬心などそんなにわからないっていうところがあります。そのようにテテさんの人生は周りからの嫉妬心とは切っても切り離せないというか、周りからの嫉妬心をうまくかわすというか、嫉妬心に上手に対応していくという必要はありますね。例えば嫉妬心をもっと煽るような自慢話ですとか、自慢げな行動をしない、なるべく謙虚に振る舞う、周りの嫉妬心を煽ってしまうような自慢っぽい話を SNS などに書き込まないなどなど、そういう配慮っていうのはやっぱり必要になってくると思いますね。それでなくても有名人で目立ちますから、その人気に嫉妬するっていう人が多いですからね。そしてその BTS の中でもやはりテテさんはイケメンですし、運も良く実力もあるっていうことで、そして幸運が舞い込んでくると、予想外の幸運が舞い込んでくる、そういう傾向がありますので、嫉妬される機会っていうのは多くなってしまいますね。しかし本人はあんまり気にしていないと思います。そのように気にしていないというか気づいていない、そういうところもいいですね。そういうことにくよくよ悩んでほしくないですし、気にしてほしくないと思います。今日は以上となります。ありがとうございました。